ベースのジンです。ジンです。はじめまして。よろしくお願いします。ギターのコロです。はい。ドラムのアクソです。よろしくお願いします。はい。そしてホームボーカル最後です。よろしくお願いします。ルークホンジェードというバンドのコンセプトは、既成の価値観を、破壊して、新しく変えていくという意味もあるんですけれども、破壊とあとは再生ですね、癒しの要素なんですけど、ルーク・ホン・ジェードのルークは光、聖なる炎なんですよ。ジェードは財宝という意味です。で、自分たちはあまねく世界を、照らし続ける光となりたいという意味でつけたバンド名がルーク・ホン・ジェードと申します。そうですね、一度きりの支援というものは皆さん誰もがされていらっしゃると思うんですよ。ただ被災地に関しましてはまだ頑張り続けなければいけないという状態が続いています。で、完全に復興が、完全に、元に戻るまであと7年ぐらいはかかるというふうに、いうような話を僕は聞いておりまして、であればその全てが立ち直るまであと何年間ずっとしばらく継続して応援し続けるバンドでありたいなと、私個人としてもそのようにしていきたいと考えています。自分が音楽を始めたのが仙台でして、その時に一緒に音楽をやっていたメンバーだったりとか、そこでできた友達とか何人か、震災で亡くしてしまったんですけども、その先ほど雑賀さんも言われた通り、この続けていくってことが大事だと思いますし、その元の状態に戻すとか、壊れた家が治ったからそれで復興が完了したのかって言ったらそうじゃないと思いますし、これからいつまでも消えないことなので、なんて言ったらいいんでしょう、一人一人が自分の中でこう解決するんじゃなくて、なんて言うんだろうな、こうお互いに忘れないように気持ちを通じ合うというか、募金でもいいんですけど、できることなら実際に宮城の方に、宮城に限らず福島なり山形なり岩手なり足を運んで、その目で感じてもらえたらと思います。私の地元茨城、被災地、東北とか宮城福島に比べると、正直な話、死者数が少ないとか壊れているものが少ないとかっていうのがあって取り上げられないところが実はあるんですが、私その今でも茨城水戸に住んでまして、東京から帰った時に駅は通行止め、電車は治るのに3ヶ月かかる、で馴染みだったラーメン屋も完全にぶち壊れまして、そう辛い思いをしてるのはこう私も私の家族もみんな味わっているのですが、音楽活動というふうなので、なんだ、みんなに夢を与えられたら、誰か一人がライブ来てくれることでそれをこうなんだ楽しんだとかっていうのがあれば、横に夢とか希望とかそういうのがこう見出せるんじゃないかなと思うので、私たちもそれをなんだ応援、いろんな人を応援できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。私たちはバンドで音楽をやっているので、その音楽の力、例えば、音楽自体が聴いてそれで、パワーをもらえるとか、癒されたとか、そういう効果もあると思うんですけれども、音楽を通してみんなが一つになって一人じゃないっていうことを、メッセージといいますか、なんかもうちょっと感覚的な感じで、一人じゃないっていうことをいつでもみんな思えたらと思います。一度レコーディング等ございまして、ライブ活動は7月の7日まで一旦お休みになるんですけれども、野中実先生が主催していらっしゃる、漫画家魂の、ニコ生の番組がございまして、S マガ、原宿 TV さんの S マガなんですが、毎月第3火曜日に、自分たちルークホンジェードもレギュラーになりましたので、
まあ、そこでまあ参加させていただきまして、まあ東北を応援していくっていう、まあ、気持ちと思いをまあ伝え続けて、実際あの行動に移していければいいかなと考えております。我々はこれからももっともっと精進して頑張っていきたいと思います。そのためにはいろんな努力を惜しまぬように活動していけたらと思っております。ありがとうございます。まあ、自分たちは本当に有言実行で最後まで走り続けます。見ていてください。そして、この映像を見ている、皆様たちも同じように何ができることがないか、どんなことでも構わないので、続けて7年後、8年後またお会いできる、お会いさせていただければいいかなと考えています。Yeah.